こんにちは、アロマおばさんです。今回は視聴者様から質問をいただきましたので、それについてのお話です。ローズマリーの精油には種類があります。代表的なローズマリーの種類について。注意事項として高血圧、転換、妊婦、6ヶ月以降は OK、乳幼児、方向浴は OK、高齢者の使用は厳禁。ローズマリーには、長期連用すると副作用が出る成分もありますが、含有量が少ないので、安心して薬理効果を得ることができます。抽出部位の違いによって、含まれる成分が違うため、作用も違ってきます。アロマおばさんはカンファーを、使ってます。理由は集中力を高めたり、更年期障害、各痛みに作用するからです。シネオールの作用である風邪、気管支喘息等の作用には、ピートリーやフランキンセンスなどの精油で補っているからです。値段は、ローズマリー、カンファーもシネオールも一緒です。ティッシュに1、2滴落とし、嗅いでください。米印日本では、精油自体を飲んだり、直接肌につけないようにしてください。一部直接使える精油もあります。洋服などについてしまった場合は、乾燥機にはかけないで天日干しか部屋干しにしてください。発火する恐れがあります。LINE、Twitter の DM でご相談いただければ、アロマおばさんが状態や症状に合わせた精油を提案し、きちんとした精油を買っていただくお手伝いができあなたのポストにお届けします。商品の購入時には、送料は数にかかわらず無料で、商品代金と振込手数料をご負担いただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に情報をまとめてありますので、ぜひご覧ください。